ストライクドッキング、これじゃみょうです。黒沢です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、モスニュース来ておりましたので見ていきましょう。牧場と天馬の生放送がありまして、はい、ちょっと1日遅れちゃったんですけど、はい、僕もしっかり振り返っていきたいと思います。よろしくお願いします。でもお疲れ様でした。お疲れ様でした。いや、まだ終わってないかもしれないけどね。EX までまだ撮ってないんで。はい、という感じで見ていきましょう。はい、そして発表されました。ワンピースコラボね、さすがモンストさんっすね、持ってきたね。いやまさか来るとはね。いや僕は来ないと思ってました正直。いや来ないと思うでしょ。まあ持ってこないでしょと思ったら持ってきてくれたからやっぱりすごいなって思いましたね。もうこれでさ、ワンピースとコラボしてなんかジョジョともしてさ、なんか幻と言われてたやつ半分いったから、ね、半分いってるから、あれこれナルトナルトもあるよね。ですからだってよくよく考えたら今年のさコラボのメンツやばいんですよね。やばい、マジやばい、ね、やばすぎる。鬼滅もありますし、鬼滅は鳥、まあ、銀魂とかもやったのか、呪術とか、まあ、ジャンプオールスターですよほとんど。そうよね、うん、あと何か忘れてんの、コナンですよ。あ、そうコナン、ね、まあすごいですよね、すごいね、メンツが。これナルトもこれ今年ナルト来たらもうとんでもないと思うよ。ナルト期待しちゃいますけどね。まあ、だけど、まあね、ナルト自体に動きがないからなんかあれだけど。まずはワンピースコラボ、ね、楽しみ。そうですね。なんか17日のモンストニュースにてね、詳細は発表されるんで、どういう方式で来るかね。まあ、落っこと方式の可能性は全然あると思ってるんですけどね、個人的には。まあ、映画とのコラボなんてね。まあ、そうなんですよね。しかも映画って、その本編とは関係ないんだよね。なんか、パラレルワールド的な扱いならしいですよね。そう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 、はい、なんでまあどんな感じになるか僕とかも想像できないんですけど、まあ楽しみですね。はい、そして劇中の追加がありました。水属性でしたね。はい、まあ毎年ねこの時期ね限定来てるんですけど、今年も来ました。で水属性で、ね、ちはやっていうことで詳細見ていきましょう。アイテム歌い手ちはやっていうことで、貫通パワーの重力枚数、はい、これもう裏21目的性もろなんすよね。これはねとんでもないことっすよ。あの使ってみた動画もねもう出てたんで見たんすけど、まあこいつっすね、おそらく。あの裏21目のやっぱ無料体数を壊すもの、まあ、今後はもうこのキャラって感じ、今後はこのキャラになるんじゃないかなと思います。まあでもね、その別にカームが弱くなったってわけじゃないんで、うん、カムと織り交ぜてね使ってもいいだろうし、ただただこいつねブロックも持ってるのが偉いんですよね。結局そのブロックがね邪魔でその倒しづらかったっていう雑魚敵も多いわけなんですよ。ブロックをもらってしまったことによって、なんだろう、カムではできなかった立ち回りができてしまう。そして SS のターンがね8プラス8と早い、しかもシンプルなパワーがアップって書いてあるんですけど、倍率がえぐいことになっていると。なんか2段階目なんかボス一でワンパンしてましたね。あれしかもさ、遊撃しかついてなくて鍵持ってないんだよね。さて紋章もいってないの、それであのパワーなの。上が全然あるという、ね、上がそうそう全然ある感じでね、ワンパンしちゃってるんで、まあ、相当の力の持ち主ですよね。こいつは 即殺過激持りたいですね。なんか別にその裏21だけじゃなくても、なんか非属性のそういうステージがあって、なんか重力とか張っちゃってたら、まあ、こいつでワンパンだよね、そういう周回もできるよねっていうこともできちゃうし、はい、めちゃくちゃ強いですね。まあヒーリングボムスローとかもさ、その無料対数戦とか意外と被ダメージ痛かったりとかもするんで、これで HP が減ることもない。でまあ普通にメインについてる超絶拡散弾 EL5 も重力バリアキラー M 乗ってしまえばかなりの火力してたね、はい、めちゃくちゃいいキャラだね。なんか劇中っぽくていいね。そうね。でパー型らしいステもしてましたね。4万5000だっけ、素晴らしいよね。すげえ、このアビリティで。そっから超マインカルのキラーだからね。あ、もう劇中だわ、劇中だよ。はい、続いてはつなぎて、ちはやということで、こちら反射の砲撃型の方なんですけど、神殿キャラでしたね。とんでもない神殿キャラです。しかも使ってみたら見ました、闇時にこいつ一体いればとりあえずなんとかなるだろうっていう感じ。もうなんかアナスタシアの一騎一とほぼほぼ変わらないぐらいな使用感、つかなんならこっちの方がちょっと SS 打たない分いいまである、うん、っていうレベルでね
その神殿キャラとしては、ね、優秀なんじゃないかなって個人的に見てて思いました。めっちゃ強かったよね。なんか一体で完結してるのがやばいね。そう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 、まあ、それをね可能にしてるのはやっぱ足封じ M とレフトポジションキラーなのかな。この2つ持ってるんで、そのキラー相手には友情やばいと。でアシタートとかもうめちゃくちゃめんどくさいステージだったんですけど、使ってみた動画見た感じだとめちゃくちゃ強かったね。なんか敵に触れるほどね攻撃アップのステージなんですけども、ボス1体だけでカンカンしてもねかなりの火力出てますし、キラーのせいでね、シンプルに4枚ですからね MM なんで。で SS も8プラス8で打ちやすいってなってるんで、まあアジタートとかね僕とかキャラ結構絞られるステージだと思うんで、まあ、みんなもそうだと思うけど、そこにまあちはや入ることでめちゃくちゃ楽になる周回が、で神殿も強い、うん、すげえいいキャラだと思うね。これもこれって俺欲しいな普通、まあ、今特にね厳選するキャラが多くなりましたからね。まあ多いっすね。セーフまでまあアナスタシアで十分ちゃ十分なんですけど、うんうん、まあ俺はこいつ、まあ、マルチするときは特に楽だと思うこいつ。まあ3キャラ厳選できるかな1回。そう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 、まあ、適当なキャラ3体にこいつ1体でいいんで、すごくいいと思ったな。なんか結局アナスタシア組にしても、そのアナスタシアまあ1体でもまあ他のキャラいけるっちゃいけるじゃん、うん、いけるっちゃいけるけど、まあいろいろとなんかあれは4手目とかでね結構仕事するキャラがいて、プラスアナスタシア SS ボーンっていう感じだから、こいつはもっと1体で完結してるのがね偉すぎる。はい、てな感じで、もう千早もすぐ明日来るのかな、行きたいと思います。はい、ということで獣神化の発表もされましたね。はい、アンバーっていうことで、アンバーいいねこれ、いいもんもらってるよねいいもんもらってパッと見た時にさ、バランス型で超重力で超前スーパー L もらってんだって。でこれ超マインスイーパー L ね、工場でねもらうっていうのはなかなか珍しい話なんですよ。オルフェウスとかが超マインスイーパー L なんですけど、アンバーももらったかと。素晴らしい、素晴らしい。でそっから超獣封じ M ね、超獣封じ M なかなかいないですけどね、超獣だが、まあ守護獣っすねおるな。サムロスはで強いのかなとか思ったり、はい。でまあシンプルにあと底力もあって、底力超獣封じ超マイスイーパー L で 2.5×2×2 っていうね、まあ普通に殴り強いっすよね。そっからバランス型に殴れるからね。ああそうですね、属性効果倍率乗るところ、まあ、超絶アップのところださ 2.5 かかってきたりとか、まあ、こいつもなんか刺さってきたらもうこいつしか勝たん的なやつですね。そうこいつしか勝たんシリーズになるいい感じ。最近だとその天魔の銃のまでね、このアビリティ対応だからオニキスみたいな、そうそう、ああいう選手が出てきちゃったらもうそうなるだろうね、まあ、なかなかないとは思うんですけど、はい。まあ、SS に関してはねこれ動く SS ではないんで、その直殴りとは相性悪いかなって思いました。ただただキラー相手にはそのもしかしてレーザーが刺さるステージではいいかもしれませんね。はい、で友情い超強反射増殖弾、これね強いっすよこれバランス型でねキラー乗って出せるなら強いよそうそうそう、これねバランス型キラー乗るとなんか多分面白いように溶けてくると思う。まあエビスとかさ、あのザード着てねもう体感してる方は、ね、多いとは思うんですけど、これやっぱいい友情もらったな、なんか工場とは思えないやっぱ性能してるなって個人的には思いましたね。いやーなんか強そうに見えるけどね、すごい強いと思います。去年なら限定ですよ。限定だよ、去年だったら限定だよ、去年なら限定クラスよ。だからもうフラパー1個ちょっと1段上がったんだろうねはい、そして獣神化解も発表されました。ファントムっていうことで、あのファントムさ早くない、びっくりしましたよ。オセロが全然ね来ないんですけどね、ファントムが先来ましたね。闇で来ちゃったからまた当分ないですね。当分ないですね、オセロさん。まあいいんですけどね、これ時期がねずれればずれるほどあの強くなって熟成されていくんですよね。それは間違いない。キャラっていうのはちょっとモンタラちょっと熟成されすぎてちょっと腐っちゃったかもしれないけどちょまあまあいい感じの時期でね、いい感じに熟成すればやっぱ強くなって出てくるイメージなんで、ちょっとそこに期待したいですね。でまあファントムね本当ぶっ飛んできたんでびっくりしましたね。はい、で性能見ていきましょう。転送壁いただきました。転送壁ワープウィンドウっていう感じなんですよ。これさ、このさすがにこのラインいないとは思うんですけど、まあ、ワープで見てるか、転送壁ワープ、もうこれたもう闇属性初じゃん。初、まあ、闇属性がそもそもねアビス以外俺転送壁持ちがいないのか、多分そうじゃない。闇属性転送壁でそうすると多分アビスが出てくると思うんですけど、そうだよね、闇で2体目なんで、まあ、この気象ラインに入ったっていうことで、まあ、転送壁なんか天までもう
あこれ絶対テレゾンビないと無理やみたいなステージあったじゃないですか。もうすでにそういうのがあるからね。そう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 、これがねだんだんとね、なんだろう、超絶やらさ爆絶やらで採用され始めた時は怖いなっていう感じ、もうこいつしか勝たんっていう今の段階だとなる。なのでファントムはねいい感じだなと思いました、アビリティライン的に。で、あの友情ブースト EL もらってますね。これがツインバーティカルレーザー EL 全敵超落雷が友情ブースト EL、まあ、3倍になるってことで、これ全敵超落雷3倍っつうので相当な雑魚処理能力持ってるんじゃないかなと思いました。しかもツインバーティカルレーザー EL これ固定放題になるんで、それとも合わせがいいっていうのもね、ポイント高いっすよね。良かったと思いますね、ファントムに関しては。強いんじゃないですかね。ビットブレイクも役に立ってくれるかな、もしかしたら。はい、ということでちょっと1日遅れてしまったんですが、モンストニュース見ていきました。まあ、とりあえず僕はちはや、かなり注目かなと思います。神殿環境。まあ、アナスタシアでいいとは思うんですけど、まあ、新たな神殿キャラとして僕は取っておきたいなっていうイメージ。あとシンプルに無料対数やる人は千早は絶対欲しいんじゃないかなと思いました。あいついるだけでだから相当違うと思う。これちょっと難しいですね、オーブの使いどころが。ちょっとさ、今日下手したら水の遊園でピリカ引きに行った人いるでしょ。あの、はい、6のままじゃピリカいる地獄だからさ。でね、オリトラでね、マスを引いとかないとまず1いけないみたいなね、で、ワンピースコラボも控えている、で、まあ、劇中来た。で、来週ワンチャンアルファ発表でしょ。ワンチャンありますね。あるよね。これ難しいですよ、どうしたらいいですか。正直、マスとピリカは我慢じゃない。一旦ね。一旦、なんだ、千早も我慢じゃない。まあそうだろうね。ワンピースじゃない。まあそうだよな。なんか次ある気がしないんだよね。次ある気がしないから、笑顔合わせだから。まあ俺がそういう立場だったら、ワンピースかな。っていう感じですけど。まあ言うてなんか、千早も、ピリカも、マソもね、そのうちゲットしようと思えば、いつも機会はあるわけですよ。まあそうですね。ワンピースだけはもう二度と来ない可能性がある。まあそこかな。まあ天馬もね、まあ、急いでなければっていう感じ。天馬もどうしてもね、クリアできないとやっぱ報酬が減っていくからね。そうなんですよね。しかも累計バストル数なんでね。そうね、なかなか難しいところだけど、なかなか先進みたいと思うんですけど、やっぱ来週さアルファ発表なら見ときたいよね。そう、アルファの性能もねちょっと気になる、ね、ワンチャン天馬あるじゃん。いや、これで天馬の適性持ってこなかったら俺おかしいと思ってるけどね。だってさ、もうキャラ絞りすぎてるからさ。まあそうだよな。特にさ、その6の間以降、ちょっと限定ゲーすぎるんで、まあ別にまあエンドコンテンツなんで僕はそれでいいかなとは思ってるんですけど、あまりになんか多分シュンってなっちゃってる人いるじゃないですか。そうだよね、だから引くチャンスはね欲しいよね。そう、何かしらのワンチャンスは、与えるべきだとは思ってるんで、何かしら適正来てほしいですね。でも今までだって近畿全部クリアしたのに、なんか初日今回だけはできませんでしたって人かなりいると思う。相当きつい。だって紋章前提、身の盛り前提で限定キャラ持ってる前提、はい、それでやっとギリギリクリアできる。そうですね、っていう難易度でしたので、はい、まあ、結構やってる人はいいかもしれないけどね。課金も結構してて、だいぶキャラかけられてる人はね、なんか苦しい思いをしてると思うんで、何かしら適性を持ってきてほしいですね。そしたらやっぱりアルファまで見るのがいいかもしれませんね。そうですね、応募を取っといて、はい、まあてな感じでちょっと話が長くなりましたが、まあ今回のニュース結構モリモリでしたね。そうですね、はい、まあワンピースコラボの続報を待ちましょうということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ